はい、上手です。ね、今日は 250cc、マグナトライクですね。こちらね、もうマグナといえばもうトライクにしちゃうのが当たり前なぐらい、メジャーなんですけども、こちら、ロングスポークに、トリプルツリー寝かしてやってね。で、長さもある。で、大きいタイヤも入ってるんで安定感もある。で、ステアリングダンパーなんかもね、つけてあるんで、結構、ハンドルのブレとかはね、ないんですけども、今回、ご紹介するこのマグナの250、こちらね、カスタム途中なんですけども、ショックは少し柔らかめにしてあります。なんでかっていうと、スイングアームにね、あんまり負担がいかないようにですね。で、こちらね、マグナって250ではガタイが少し大きい方なんで、意外と大きく見えるトライク。でも、乗ってみると 250cc ですね。で、今日はね、カメラさんちょっと後ろの方回ってもらっていいですか。こちらのトライクの特徴、まずね、後ろですね、少しこの辺から映してもらえればわかると思うんですけども、ATC とかね、ホンダの ATC のバギーとかね、昔三輪のバギーとかあったんですけども、そういう作りになってます。バギーの作りですね、後ろがね。で、デフなしです。デフなしっていうと、バギーだからね、砂利道を走る、砂道を走るっていうのにはね、デフがなくても、多少ね、内輪差っていうのが砂利とかね、砂でごまかされて進んでいくわけですけども、こちら、デフなしトライクって、結構ね、ないようであるんですよね。で、待ってます。でね、こちらの特徴は、普通のデフ割りのトライクと違って、まずね、コーナリングで、大きく曲がるときに、曲がりづらい。なんでかっていうと、デフがないんで、デフがあるの、あるやつは、皆さんね、よくわかると思うんですけども、雪道でね、車が、スリップする。雪道で坂道が登らないときに、車がなんで坂道登んないかっていうと、デフがあるからですね。デフがあって、片方のタイヤしか回らない。両方回らない。デフロックして両方回れば、ぐっと坂道を上がってきますけど、雪道でもね。デフロックかけない限りは、上がらないときがある。ということで、デフっていうのはね、内輪差って言って、片方のタイヤを正常に回すんですけども、片方のタイヤは、エンジンのね、駆動がかかんなくて、空回り状態です。要は空転って言うんですけども、空転状態で、自然な円を描く。左に曲がるときは左のタイヤは、エンジンの駆動を受けながら、曲がる。で、右のタイヤは自然に空回り、空転してると。逆に曲がるときは反対ですね。で、デフなしっていうのは、どっちに曲がるにしても、無理やり、ハンドルで無理やり曲がる。こういう乗り物になります。でね、慣れなんですけども、大回りがね、ちょっと苦手っていうだけで、乗り方としてはね、ほとんどトライクの乗り方と一緒。カメラさん、正面、ちょっと行ってもらっていいですか。例えばですね、乗って、普通に乗ってですね、右に曲がりたい。右に曲がりたいっていうときは、右にハンドルを切っても、デフがないんでね、なかなか右に曲がれないんですけども、なおかつ体重移動してやる。これが大事になってます。体重移動して遠心力に負けないように、多少ね、体を傾けてあげると、結構ね、スムーズに曲がっていくようなトライクになりますね。左に曲がるときは左に少し。ほんのちょっとなんですけども、通常のトライクの乗り方だと、ただまっすぐ前を見て、こうですね。
方です。通常のあのトライクの乗り方だと、まあデフなしの場合は多少ねこうまあバイクを倒すような感じで乗ると、後ろがね、まあ浮き上がらないとは思うんですけども、少しでもね、曲がりやすい方向に曲がれるそんなバイクですね。ということでね、カスタム途中なんで、まだね、やりたいことはあるんですけども、まずね、次の講座で、実際にね、乗ってる場面をね少しね教えたいと思います。こんな感じですよっていうのを、ですからねまた、次回ね、こちらね、お買い上げいただいてるんですけども少々お待ちください。じゃあまた。